はい、始まりました。シューちゃん、オートです。本日はですね、浜松オートレース場の3日間開催、今日が優勝戦でございます。ケイチロがね、しっかり勝っていくのかどうなのか、スーパーハンデでね、克服できるかどうか注目でございます。今日は9レースから最終レースまでやっていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ9レースですね。ここは1番の小倉選手、3番の浅野選手、そして7番の浜野選手、137、この3車で勝負。さあ浜野さん、しっかり追い込んできて、まずはカレンちゃん、逃げちゃおう、逃げよ、逃げよ、逃げよ。 50m のスタート、浅野さんも来て、石井大輔、浅野さん、ここは枠なり、その後ろの 60m、浅野さん頑張って、泉田が前、外から7番の浜野いけるか、いや7番手からです。バックストレッチで7番の浜野が一つポジションを上げました。3番の浅野は後ろをまずは抑えて、3番手から前を追っていきます。浜野さん上がってこよう。レースは2周目です。浜野さん上がってこよう。1番の小倉カレンが先頭をリードしていきます。2番の橋本陽介が近づけるかどうか。3番手人気の一車、3番の浅野前を追っていきたいところ。その後50戦では5番の石井大輔、こちらも昨日は勝ち星を挙げていました。その後4番の君宿、7番の浜野が6番手から4番の君宿を捉えて5番手、1つポジションをまた上げてきています。しかし前は1番小倉の大逃げです。まだ3写真4写真以上にリードがあります。1番の小倉、2番の橋本はなかなか近づけないか。3番の浅野がレース中盤から終盤にかけてペースアップを図りたい。今まだ3番手動きはありません。2番の橋本の浜野さん頑張って、浜野さん頑張って。その後は5番の石井大輔、そして7番の浜野潤です。3番の浅野がここで2番の橋本をまくった。2番手に上がって残りは2周回、1番の小倉を追います。1番の小倉先頭、3番の浅野2番手、その後は5番の石井大輔が3番手に上がってきました。浜野は5番手外持ち出して4番手まくります。浜野さん上がりねえか。これは3番手4番手では間に合わない。残り1周、青旗振られてファイナルラップ。1番の小倉先頭、3番の浅野差を詰めるが、思うようにこの差が縮まりません。うわ、3番手5番の石井大輔、最終周回バックストレッチです。1番の小倉まだリードがある。まんま、3番の浅野じわじわ近づくもこれは届かない。3番手5番の石井、浜野はその後最後の直線、1番小倉から逃げ切りました。連勝ゴール。さあ10レースですね。ここは1番の西選手、あとは聖夜と大地君、1、3、4、この3車、聖夜しっかりスタート頼むぜ。1、3、4、この3車で、西さんもスタートでしっかり逃げてこい。聖夜上がってこい。聖夜、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 聖夜来い。聖夜来い。3番皆川、4番佐藤、聖夜来い。その後5番の聖夜伸びてけ。早くもそこをかわしに行く7番の金子、3コーナーで金子が、うわ、大地が行った。5番手に上がりました。前は1番西翔子、大地も早いぞ。2番の金子があまり伸びず、4番佐藤大地が早め進出。なんと1番の西翔子をここで捉えました。4番佐藤大地先頭です。1番西翔子ここから食らいつきたい。3番手には3番の稲川浮上、2番の金子和弘の後ろ7番金子大地、伸びろ。金子が
今4番手に金子大輔が上がってきました。伸びろ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 4番佐藤大地が早めに抜け出して大きなリードを序盤中盤で作りました。せいや頑張れ残れ1番の西岡ついていけません。3番の稲川3番手7番金子大輔4番手です。その後が5番のトッピー6番の高橋せいや伸びろ後半戦残り最終回です。伸びろ伸びろ伸びろ速攻を見せた4番の佐藤大地早め展開を作って2番手以下を引き離しています。せいや伸びろ2番手1番西岡3番の稲川せいや3番手7番金子大輔4番手です。西ちゃん頑張れ3番稲川が1番西岡に一旦入ったんですが少々滑り気味なんとかこの後も入りきれるか。残り2周です。ここで3番の稲川が2番手に上がりました。7番金子大輔の動きはどうか。1番西岡食らいつきますがこの辺りで少々はいっぱいか。7番の金子大輔3番手車を前に出しています。4コーナー立ち上がって残りは1周です。青また振られてファイナルラップ。7番金子大輔稲川のインコースに入りきれません。まだ3番手先頭の4番佐藤大地はぶっちぎりました。2番手争い3番の稲川の外に持ち出す。7番金子金子大輔2番手になんとか上がれるでしょうか。3番稲川7番金子の2番手争い先頭4番佐藤大地圧勝ホールイン。2番手どうか並んで11年ですね。これは2番の健吾、3番の柴犬さん。柴犬さんのスタートドン、それが見たい。スタートまで3秒を切りました。さあ柴犬さんスタート見せてくれ。特別選抜戦スタートしました。いけねえか。前線のスタート1番の長谷川外から2番の鈴木健吾が後ろから3番の柴田健二が1番の長谷川スタートを残しました。残した2番の鈴木健吾外から並びかけていきます。まくり切れるか内を狙うのが3番の柴田。ここは枠なりです。1番の長谷2番の鈴木健吾3番の柴田その後が4番の岩下です。鈴木健吾今度は切り返してインコースから1番の長谷を捉えまして先頭に上がっています。1番の長谷食らいついていけるでしょうか。3番の柴田打ち目狙っています。2番手入りきれるか3番の柴田健二。おーおーおーきついところ1番の長谷をかわして2番手に上がりました。3番手が長谷その後が4番の岩下最終班の車はどう動くか。6番の佐藤裕二5番の浅田慎吾並んでいます。7番の笠木少し離れました7番手です。先頭2番の鈴木健吾スタート枠なりでしたが長谷さん頑張って粘って先頭追いかけて3番の柴田3番手は1番の長谷その後が4番の岩下体勢変化はありません。レースは後半残り3周回最終班の車佐藤裕二浅田慎吾少々競り合っていてここは5番手6番手です。先頭1番人気2番の鈴木健吾抜け出してリード3写真と取りました。さあ粘って3番の柴田が2番手粘って1番の長谷さばかれたんですが食らいついて逆転を狙おうかという動きです。2番手争い3番柴田と1番長谷その後は少し車間開きまして4番岩下4番手です。残り1周半のバックスレッジから3コーナーに入っています。このままかじりじりリードを広げる2番の鈴木健吾1番人気に応える競争とできるか。青旗振られてファイナルラップ柴犬さんがな2番手体勢変わらず3番柴田1番の長谷の順です。最終周回のバックスレッジ4番手以下は完全に離れました。先頭2番の鈴木健吾十分リードを取って2番手は3番の柴田が前1番の長谷逆転できるか。最終コーナー立ち上がって直線2番鈴木健吾押し切りゴールイン。どうだ2番手のさあ最終12レース優勝戦ここはもう圭一郎一択でございますね。
思想タイムね、Kさんと同じでしたけど、やっぱりここは圭一郎で強かったで終わってほしい。スタートしました。5番の鈴木圭一郎、すっげえ速いスタートだ。これ佐々木圭を捉えていく。6番手で1コーナーを立ち回っていきます。山際君はダメか、見れなかったか。3番山際枠なりスタート。4番鈴木の数は4番手。山際君食えなかったか。早くまくってきた鈴木圭一郎が5番手に上がっています。スーパーハンデをものともせず早めに展開を作ります。鈴木圭一郎、そうなるとひろかずだ。3番手には4番の鈴木ひろかずが山際をかわして上がってきます。その後ろで鈴木圭一郎、一気に両者行くのか。ここは鈴木ひろかずの後ろ。これ金原の逃げがまあまあ早いんじゃん。前は1番金田のペース悪くなさそうだ。思想は 3.44 でしたが、レースでは十分逃げています。残り4周回、和田さん、2番の和田健吾、3番手は4番の鈴木弘和、切り返して7番の鈴木圭一郎。スーパーハンデでしたが、着々と番手を上げて現在3番手です。先頭1番の金田、残り3周回まで先頭キープ。これが4回目の優勝戦からあるか。あとは問題は 2,3 着だ。逃げています。しかしスーパーハンデから2番手に上がってきた7番の鈴木圭一郎、1番金田との差をぐっと縮めています。3番手には4番の鈴木弘和上がってきて、2番の和田、その後6番佐藤隆也、鈴木圭は6番手。残りは2周回です。完全に一騎打ち。1番金田の後ろについた7番の鈴木圭一郎、これは待ったなし。バックストレッチ並んでかわしました。誰も追いつかない。スーパーハンデでしたが、しっかりと金原に追いつかない。鈴木圭一郎残り1周回を残して先頭です。ひろかずも追いつかない。ファイナルラップ、金原だ。金田遥も初優勝に向けて懸命に逃げましたが、2番手まで。3番手は4番の鈴木ひろかず、最終周回バックストレッチ。佐藤隆也は4番手まで最終コーナーに入っています。いやー、金原も素晴らしい。優勝戦勝ちきれないレースが続きましたが、スーパーハンデでも今回は決めてみせました。鈴木圭一郎優勝5輪。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。何の危なげもなく、やっぱり圭一郎強い。さすがでございました。スタートからしっかりね、もう行って圭さんを叩いてね、自分のペースでもうね、6周回見事1着。そして金田選手素晴らしかった。思想のタイムがね、ちょうど劣勢だったんでね、軽視しちゃいましたけど、うわ失敗でしたね。これ2着目美味しかったかもしれないね。あとはね、ひろかずとかね、やっぱりちょっとね、ちょっと遠かったかもしれないよね。この熱ソロでね。でもまあ、皆さん頑張りました。いいレースありがとうございました。ということでですね、本日のシューチャンオート浜松オートレース場の3日間開催、最終日やってまいりました。また動画の方撮ってまいります。ぜひ皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆さん、お疲れ様でございました。